シグマクシスの田中と申します。現在ですね、新規事業開発の支援等を行っていますが、同時にですね、食と料理の進化に、注目したスマートキッチンサミットジャパンというカンファレンスの主催も合わせてやっています。で、我々のその目的はですね、そのイベントをして終わりということではなくて、そこからその大企業や個人、あとはスタートアップベンチャーの方々が、そのより新しいその食のサービスというものをどん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 生み出していけるような、そういった社会を作るべくの日々取り組んでおります。いろいろと課題があるとは思うんですけれども、私は非常にその良くなる可能性は高いかなというふうに思っていて、明るいんじゃないかなというふうに思ってます。で、実はですね、食の問題、欧米とかですと、まさに火災の自然災害の問題とか、あとそもそも人口増に食料供給が追いついていかないとか、その中でフードロスがあるとかですね、結構その社会課題をその前面に出して解決しないといけないという形で進んでいるんですけれども、同時にその食の可能性、食っていうのはもっともっと楽しくあるべきで、もっと人をつなげて、例えばもっと健康にするために食を考えようとか、歴史まで振り返って食の在り方を見つめ直そうとか、そういった動きが出てきています。なので、その単に社会課題をその解くための食がその社会課題の重要な嘘としてだけではなくて、料理自体が人のその幸せをその実は高めていく、そういったことが合わせてその検討されている。で、それに必要なテクノロジーや科学技術というものがどん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 こう安くなってきていて、そのいろんなところにそので使われ出しているということを鑑みると、これからその食の未来というものはもっともっとこう人間中心に、でも同時に社会課題を解決していける、そんな世界になっていくんじゃないかなというふうに思っています。私は考えているのは、人間ってあれしなさいこれしなさいっていうその合理的なそのことっていうのは最初の少しはやるんですけども、究極的にはしんどくなってしまうかなというふうに思っていて、フードロスというのもおそらく同じことかなというふうに思ってます。で、みんな頭の中では分かっているけれども、なかなか日々 その生活の中では実行できていかない。で、その中で、特に家庭でのフードロスが多いというふうに言われている中で、消費者のマインドのチェンジというものが必要になってくるかなと思うんですが、その時の鍵は、私は一気に複数の課題を解決するサービスの登場が重要かなというふうに思ってます。例えば結果としてフードロスをこう直している、例えばみんなでその楽しく料理をする、食事をする、でも気づいたら食事が食べてる量が減っているだとか、あるいは自分の好みに合わせたレシピが提案されて、そこで食材のデリバリーが出てくるよと、でもそこで使った食事の量があらかじめ要は登録されていて、次回その食材をベースにしたレシピが提案されていくとかですね、実はどん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 このサービスの進化とともにフードロスが表に来ないで、前面にはよりその豊かな食、豊かな料理の体験というものがあって、裏側にそのフードロスというものが解かれている、そんなことができてくると解決されるのかなと。で、もう一つすごい重要な要素は、そのフードロス自体がかっこいいとか、実はいけてるんだよっていうようなパーセプション、文化のようなものを作るということもすごい重要かなと思っていて、何か合わせてそういったことを取り組むことができれば、フードロスの解決というのは進んでいくんじゃないかなというふうに考えています。我々はですね、スマートキッチンサミットジャパンという活動をもっともっといろんな人に知っていただきたいと思ってます。食に対して何か新しいことをやっていきたいというその、強い思いとかですね、あとは本当にその使命とか、とにかく熱量が高い人たちがどんどん集まってくればいいかなと思っています。で、1年に1回というスマートキッチンサミットジャパンですけれども、実はその定期的にいろんなオフ会とかもやっているので、そういったところでいろんな方と会えればいいかなと思っていますので、もし関心ある方がいたらですね、ぜひスマートキッチンサミットジャパンのフェイスブックページをこういいねを押していただくとか、
見ていただいたらどん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 つながっていけると思いますのでよろしくお願いします。